こんにちは。第9回目、読書のマインドマップ。今日は、古代メソポタミア天使について、マインドマップを使って解説をしていきたいというふうに思います。では行きましょう。メソポタミア文明と言いますと、チグリス・ユーフラテス川沿いに栄えた文明で、3500年前くらいから始まった文明というふうに言われています。その頃すでに、サビ型文字というものが開発され、それぞれの部族との交流に、そういった言葉を使って、文字を使って交流していたというふうに言われています。そして、今から2000年前で、人類最初の法典、ハムラビ法典を作ったということでも有名です。その後、アッシリア、バビロニアという、この中東を中心に、東西に繁栄された地域を作っていく、いったということが有名ですね。その頃、ようやくギリシャとの戦いみたいなものが、ヘロドトスという歴史学者によって紹介されて、ようやく西側の世界から認められた、という、それぐらい早くから、出ていたメソポタミア文明ですが、メソポタミア側からこれを解説するという文章になったという少なくて、非常に、面白いなというふうに思います。こんな内容をマインドマップでやっていくと、系統的に、体系的に非常によくわかると思います。ぜひ、マインドマップを学びたいという方は、私のサイトから